どうもこんにちは。今回なんですけれども、実家のガレージに来てます。で、何を仕事してるかというと、ピコグリル、これをですね作ってみたいなということで、いろいろ調べてると大体のですね寸法を書いてくれてるサイトもありました。説明欄の方に記載しておきますので、そちらも参考にしていただければなと思います。まずはですね、ホームセンターのカインズというところでステンレスの棒とかを買ってきました。意外とね、このステンレスの棒っていうのが売ってなくて、探した結果ようやく見つけたんですけども、基本的にこれは4ミリで作るみたいなんですが、3ミリしかなかったです。なのでとりあえず3ミリで試してみようと思います。もしかしたらですね、1ミリの違いが結構大きな違いになるかもしれないんですけど、まあまあちょっとやってみましょう。また買いに行くのがちょっと面倒くさかったので、一応予備ということで3ミリの1メートルの長さのステンレス棒、これを4本買ってきました。4本もいらないかもしれないんですけどね。それとですね、ステンレスパイプは穴の大きさが3ミリになってます。3ミリになってるので、こんな感じではまるようになってます。それとですね、パイプの穴が5ミリのステンレスパイプ、ちょっと大きめのパイプでグニッと曲げるためにこれを買ってます。まずはね、これに合わせて曲げてみましょうか。これはね、実際初めてやるんでうまくできるかどうかは分かんないんですが、多分なんですけど曲げるとこさえうまくいけばなんとかなるんじゃないかなと思うんですけどね。これでも本当に現物合わせでやってる感じなんで、もうすでにこの時点で現物と設計図が合ってないんですけど、まあまあまあやってみましょうか。足の部分が本当はここで曲げないといけないんですけど、ちょっとね鋭角になってます。鋭角になっても大丈夫かな、まあ、大丈夫ということにしましょうか。このね、曲げる用のパイプも切ってないんですけど、本当は切った方がいいでしょうね。これぐらいかな。これでなんとなく合ってる感じがするので、これをもう一個曲げます。次にですね、こんな形になったんですけれども、この辺がいらないですよね。この辺からはいらないので、パイプカッター、こちらで切っていこうと思います。こんな感じで切れ目ができるので、これをもうパキッと折れば OK です。はい、そういう感じでですね、足が2つ完成しました。下の部分、これが2つ完成したので、今度はね、そうだ、パイプを切らないといけないんです。今回はですね、4ミリじゃなくて3ミリのもので作ってるので、この中の穴が3ミリのもの、これを4センチずつ、4つ切っていきます。これももうパイプカッターでさっとカットすればいいだけですね。こんな感じで合わせて、で締めたら回すと。はい、こんな感じでですね、4センチのパイプ、これが4本カットできました。今度はこれに入れていくということなんですが、
はい、こんな感じでですね、足にパイプを差し込みました。わかるかな。これを今度はロー付け、いわゆる溶接みたいな、そんな感じの作業をしていこうと思います。はい、じゃあとりあえずですね、どんどん進めることとして、次はこんな形ですね。これを作っていきましょう。はい、こんな感じで曲がってます。これ結構いい感じにできたんじゃないかな。もうね、カットの仕方とかがちょっとこの辺かなっていう感じでカットしてるんで、結構見てる方からすると、いや、もっとちゃんとカットしろよって思われるかもしれないですね。はい、こんな感じで上の部分ができました。これでもう一個作ります。なんかそれっぽい感じに、あ、ちょっとでかかったかな。まあいいや。これはね、売り物にするわけでもなし、ただ単純に自分で使いたいだけなので、ある程度の誤差というか、その辺はもう許容範囲にしようと思います。パイプカットも初めて使ったんで、これ初めて使うので使えるかなと思ったんですけど、意外とね、簡単ですね、これも。もうこれだけです。はい、じゃあそんな感じでですね、こういう風にパーツが一応できたので、これをですね、さっきの足に差し込んでいこうと思います。はい、そんなこんなでですね、この形が出来上がりました。これが土台になる部分ですね。こんな感じで、ちょっと今これ止めてないんですけど、こんな感じで折りたたみができるという感じになってます。まあ、こんな感じでね、ちょっとねズレはあるんですけども、まあまあこれで使えるんじゃないかなということで、とりあえずはこの次にですね、ここの火床になるところ、これを作っていこうと思います。火床になる部分なんですけれども、0.3mm の厚さのステンレスの板を用意しました。サイズは 225×300mmSUS430 ということで、これをとりあえずね、加工していこうと思います。M6 の20、これのボルトですね、ステンレスのボルト、これでね、なんとかやってみようと思います。多分サイズ的にはね、ちょうどかなって感じなんですけど、どうだろう。うん、なんかやってそうですよね。とりあえず大丈夫そうかな。足につけるパイプとして、14センチを取ろうと思います。はい、とりあえずこんな感じでですね、足をつけました。本当はですね、ここに横に棒がつくんですけれども、ロー付けがうまくできませんでした。ロー付けがうまくできなかったので、代わりにね、パイプを挟んでます。パイプを挟んで、こっからここまでをワイヤーでつなげてしまおうと思います。なので、ちょっとそのワイヤーを作りましょう。ワイヤーを作るために買ってきたのが、ステンレスワイヤーロープの1ミリのもの。これを買ってきました。それと、ステンレスワイヤーロック。多分これでいけるんじゃないかなと思うんですけど、ここはね、測ったりはしてないので、ほんとある程度という感じでいこうかなとは思ってるんですが、と
とりあえずは、このワイヤーロックにワイヤーをかけます。で、こんな感じの輪っかになったらここに一回はめてみます。はめて、それから落ちないぐらいの太さ、このワイヤーはね、外すことはないのでギリギリでいこうと思います。とりあえずこんな感じでワイヤーができました。これをね、もう一個作ります。ちょっと一回組み立ててみましょうか。そうそう、で組み立てなんですけども、普通は鉄板にですね、横に穴を開けるんですが、今回はですね、丸くドリルで穴を開けてます。こんな感じで荷重がかかると、倒れることは多分ないとは思うんですけどね。そこまで重たいものも乗らないので、はい、こんな感じでですね、ピコグリルっぽいものができました。これはある程度こう重さがかかっても、このワイヤーがあることで、これ以上下がらないようになってます。それプラスこういうのを用意しました。もうサイズがちょっと違うんですけども、ごとくもね、普通のピコグリルはこうやって乗せるだけだと思うんですけども、他の方の動画をですね、参考にさせていただいて、こういう風にフックにして外れないようにするという風にしてます。でフックにしてるんで外れないし、強度的にもね、こっちの方がいいんじゃないかなという感じです。で、実際に使ってみてないので、懸念材料としては、まず1個、自作する方ってここを 4mm で作るんですが、材料はなかったので 3mm で作ってます。なのでその辺のね、強度がどうなのかっていうのが実際使ってみてからどうかですよね。で、この鉄板は、0.3mm で、この下の足の部分は本来であればここにロー付けするんですが、それがうまくいかなかったのでワイヤーを通してると。でワイヤーを通すことによってロー付けする必要はなくなりました。ただこのワイヤーを通すためにここにね、パイプを通してます。パイプのこれが 6mm だったかな、 6mm ぐらいのパイプが通ってるので、足はね、結構頑丈になってるんじゃないかなと思います。一応はですね、形になったかなという感じです。ということでね、これを実践投入するのが今から楽しみです。それではまた次回に。